はい、本日は、2018年一発合格された笹沼隆さんをお迎えしております。笹沼さんは、入門基礎、入門講座ですね、それとLゼミを受講されて、まあ、見事、一発合格されたということです。じゃあ私の方から笹沼さんの方に、まあ、質問をしてですね、答えていただくということで話を進めたいと思います。はい、じゃあまずね、最初いろんな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけ、これをお聞かせください。はい、私もともとメーカーの研究開発職を初めて勤めてたんですけども、まあ、そこでそんなに大きな会社じゃないんで、まあ、知財部というのがなくて特許係というのがあって、そこを一部一時期兼任でやっていたことがあったんですね。でそこで、まあ、特許事務所の弁理士の先生の方といろいろお話しさせていただいたり、まあ、仕事の中で特許広報のチェックだとかどういったことをして、でそういった知財の仕事に興味を持って、まあ、弁理士の資格受験を考えたのと、あとその後その、まあ、研究開発の仕事からちょっと外れてしまったので、まあ、ちょっと他のこともやってみようということで、まあ、弁理士の受験をしようと考えて、弁理士の資格を取ることを考えました。うん、どの点が興味を持ちました？こう知財の業務にね、はい、こうちょっと携わって、はい、まあ、どこが面白かったとかね、はい、うん、なんかあります？やっぱりいろんなその、うん、最新 の、 その、まあ、研究開発の成果というんですか、うん、そういったところを知ることができたというのと、うん、あとその、まあ、文章でその権利の範囲を確定するというのが、うん、なかなかロジカルで面白いなと思ったところですね。なるほど。まあ、私も大体同じですね。はい、まあ、広く浅くですね、いろんな技術に携われる資格で、仕事で、かつですね、まあ、法律面とか、まあ、結構こう外国の法律とかね、視野が広いからすごい面白いなと思ったからですね。大体皆さんそんな、モチベーションも機会がね、そういうことになってますね。じゃあ2番目の質問ですけども、はい、レックで、まあ、その弁理士を目指される中でレックで受講する決め手となったのは何ですか？受講弁理士で、まあ、受験をしようと思ったら、まあ、インターネットでいろいろ検索して、まあ、初め調べたんですけども、うん、そこからやっぱりレックがその、まあ、実績と、まあ、評判というのを見て、うん、で、まあ、受けるならレックかなというのを見たのと、あとたまたまその、まあ、春ぐらいから講座が始まるんだなと考えてたんですけども、まあ、ある日、まあ、ちょっと梅田に用事があるので、梅田に出る日の出かけにちょっとそのレックのページ見て、確認した。ちょうどその日が江口先生のガイダンスをやる予定の日だったというので、うん、まあ、ちょっとその足で江口先生のガイダンスを受けて、で、まあ、この先生でやっていこうとガイダンスを受けて決めたというのが、レックでやろうとした、きっかけです。まあ、私の口車に見事乗ったと、はい、いうことですか。まあ口車やけどちゃんとね、事実を説明してますから、ね、それは正解です。はい、じゃあね、実際に学習を開始してレックのカリキュラムや、まあ、講師という私になりますけども、はい、教材について、まあ、どうでした？教材は本当にその、うん、まあ、長年弁理士 の、まあ、受験機関としてやってきたのという実績があるので非常に洗練されていて、うん、まあ、受験始めはいろいろ自分でその、ね、サブノートとかツールだとか作ろうとしだしてしまうんですけども、結局そういったものは必要なくて、必要十分な本当に教材が揃っていたと思います。うん、でカリキュラムとしてはその論文を比較的早い時期に触れるというのが特徴だと思うんですけども、僕は初めはその論文式試験というのがあるというのを知って、うん、すごくその恐怖心があったんです。うん、やっぱりその、まあ、短い問題があって、うん、真っ白な回答紙に書けって言われて、そういったことってやっぱりやったことがなかったっていうの でその中でその論文基礎力完成講座というので、まあ、基本的な問題を触れてっていうので、まあ、だんだん慣れることができたというのと、やっぱり1年で受かろうとしたら入門講座の他に論文の講座も必須だと思うんですけども、まあ、そこにつながるような論文だったらその、ね、三段論法で書くだとか、その条文の当てはめをしたりとか、本文がしていただくだとか、そういった基礎的な論文の語るところを早い段階で触れられて、そこの恐怖心がなくなったというのはカリキュラムとしてすごく良かったと思います。うん、まあ、Lゼミはね、1年目の人にも受けると絶対実力が上がりますよというふうには進めています。はい、ただね、全員受けてくださいとは言ってないけども、はい、しんどいですよという話をしましたね。はいはい、で笹沼さんは、まあ、1年目のレベル全員を見ていただいてね、まあ、かなりレベルの高い人が集まっていて、でかなり内容も濃くて、もう当然本試験レベルのことをだんだんバンバンやっていくと、はい、で、まあ、とにかくついてきたら実力がつくと、はい、いうことでね、はい、
あの今みたいなこうニコニコした顔してなくてね、もうあの死にそうな顔してましたね。死んどかった。死んどかった。だけど相当それでね、はい、まあ、普段だったら勉強できないことが、はい、おそらくかなりこうプレッシャーがあって、はい、できたでしょう、勉強。はい。はい、じゃあね、あの4番目、まあ、あの関連ですけども、江口先生の講義って、私自分で江口先生と言ってますけど、はい、講義の良かった点はどういうところですか。実際に講義を受けて、どんな先生だと思いましたかという質問ですね。はい、はい、まあ、あの江口先生の講義、まあ、江口メソッドというのがあって、うん、まあ、あの実績非常にあって、その、まあ、あの壊れ締めっていうのと、あと、まあ、担当の過去問を使った勉強方法というのは、まあ、あの勉強方法というのがその明確に指示してくださるというのがすごく良かったというのと、あとはあの、ね、特許法だったら特許前特許が審判訴訟条約だとか、そういったその、まあ、全体の構成のマッピングというのがあって、まあ、それが初学者でも迷わずに、うん、あの入っていけたというのが良かったということ、あとはやっぱりあの講義の中で毎回そのしんどいことから逃げたその滑る方向へ行ってしまう勉強を、ね、警告というのをもう本当に毎回いろいろやってくれて、それがすごくモチベーションの維持に役立ちました。うん、結構ね、方法論バチッと言うんですね。でそれをしっかりやっていただいた人はもう絶対成果が出るんだけども、いつもねこうしつこく言うのは言うこと聞かない人ですね。はい、要はね滑る方向まさにね、はい、ちゃんと条文を頭に入れて、まあ、入れ方も全部説明して、その上で、まあ、実際の問題をあの習得度を試すためにやるんやということを、まあ、口酸っぱく説明しました。ただ結構しんどいんですね。はい、それを克服できた、はい、こうコツっていうのはありますか。なんとかねゼミもね、はい、休まずに、はい、一応全部こう書いたじゃないですか。はい、あれってねやっぱりきついんですよ。はい、でまあ新しい知識をどんどん頭に入れるっていうのはすごい重労働で、はい、まあしどういうのを私も経験してるから分かるんですけども、はい、耐えられた秘訣は、まあ、やっぱりもう勢いを持ってたっていうのと、やっぱり1年合格を出して、うん、やっぱりあの私通学であの同じクラスにたくさんの人がいて、やっぱりそういう人らに負けてらんないなっていうので、うん、まあ、そこで、まあ、あの1年合格を目指して必死に、うん、特に L ゼミだとあのすごいあのレベルの高い上級者の方が、そこが到達点だっていうのを、そこを目指して頑張ろうという気持ちでついていきました。まああのね、あの方法論がしっかり、実践できて、かつそのモチベーションをずっと維持してですね、はい、まあレックに来ている以外の時間も他にも一生懸命やられたと思います、はい、その成果ですね。でまああとですね、1日に、まあ、平日と休日ですけども学習時間どれぐらいやったらいいんですかってよく聞かれるんですね。はい、受講生の人はこれから勉強する人もまあ不安だと思うんですけども、どのぐらいの時間でしたか、時間を費やされたか、で自宅学習ではどういったことを心がけましたかと、はい、いうことですね。はい、まあ、私あの自宅学習というかあの勉強自体はその通勤経路にある有料の自習室を借りて、うんうん、でそこで毎日寄ってやるという方法でやってました。うんうん、でまあ、時間としては初めは、まあ、2、3時間ぐらい、まあ、週に一度講義を受けて、でその復習が1週間で間に合うぐらいというのをやってたんですけども、まあ、10月ぐらいからまあ L ゼミが始まったのと、あと2問終わったら去年の過去問1回やってみなさいと言われて、うん、そこでやって、うん、あ全然できないんだってショックを受けて、そこからまあまた増やしていったのと、あと年明けぐらいからもう今通勤経路といいますか帰りの電車の終電までやって、でも本当に使える時間全部投入してで、うん、まあ、それでまあ5時間半ぐらいですね。うん、あとはもう本当に先生に歩き持っててもやれって言われたので、もう使える時間全部投入してまあ直前期まではやりました。いやね、やっぱり成果が出た人っていうのは、私がねいろいろこう勉強法はこうですよとかお願いしてることがいっぱいあるんですけど、それ結構ね真面目に実践してるもらってる人っていうのは大体成果が出てます。はい、で特に入門基礎が終わるのが、まあ、多分8月かこの9月ぐらい で、はい、で担当試験が終わってるんですね、その年ね。はい、でとにかく実践で60問解いてみて、はい、そこで自分の課題というのを見つけて、はい、克服していくというのが一番手っ取り早いですよ。はい、ですよ。ただそれをねまずやってくださいと言ってもやる人は半分以下なんですね。はい、よくできましたね。初めにやらなかったんですけども講義でやったかって言われて、あやってないって思ってそこから慌ててやって、うん、そこから気合が入った感じでした。おなるほど。はい、やっぱりねやってみるとやっぱり自分の問題点というのがやっぱり出てくるでしょう。はい、うん、まあ、そこ非常にやっぱり自分の実情というかね、現実の実力が今どのレベルなのかっていうのを見るっていうのはすごくやっぱり大事なことですね。はい、じゃあね
細切れ時間も、はい、まあ、ちゃんと使ってもらって、はい、で結構細切れ時間もね、目的がはっきりしてると使えるでしょ、はい、そうですね、はい、うん、じゃあね、これから勉強を始める人へのおすすめの勉強方法はありますか。はい、まあ、先ほど言った通り、私があの、まあ、自習室を借りてというのをやってたんですけど、やっぱりそういったその時間を決めるってやるっていうのと、あとまあそういう勉強に集中できる環境を自分から積極的に作っていくっていうのが、まあ、大事だと思います。あとは理系の人だと、これまでその考えて問題を解くっていう感じの勉強を繰り返してきた人が多いと思うんですけども、あの覚えて、でそれを覚えているかを確認するっていうその過程が、あの初め私抜けてたので、うん、そこをあの意識してやるというのが大事だというのを思いました。あとは情報の一元化をして、あのまとめて、あのいつでもアクセスできるようにして、細切れ時間で使えるようにするっていうところが、まあ、あの勉強法としてはあの振り返ると重要だったなと思います。あのね、とにかくまず一番目の環境という意味はやっぱり非常に重要ですね、はい、で、あの毎回やっぱ1年で受かった人っていうのはおられるんですけども、やっぱりこう自宅でもうテレビとか全部、別の部屋に置いて、はい、で誘惑は全部断ち切って勉強すると、はい、でね、確かにね、ついつい見てしまうんですね。で1回見るとダラダラっとこういくんやな、はい、でペースが崩れるとあとすごい影響するというのがあるので、これはね、人間の弱さというかね、もう例えば自習室にいるとやらざるを得ないの で他の人もやってるからやる気がしますね。で、あとはね、やっぱ覚えるという話をされましたけど、これ大事なことは、あの講義を受けて、で1回見ただけで、じゃあ勉強はしたことになるんだけど、頭の中にちゃんと入ってるかといったらね、これは入らないんですね、なかなかね。だからこう法律の試験ってこう条件があって、そこに事実を当てはめて答え出すんですけども、それがいつもこう正確に出てこないといけないから、でそれをね、理解してからそこに行くまでかなりのね、やっぱりこう段数を踏まないとダメなんですね。でそれをしっかり実践されたっていうのは、まさにですね、成功の要因ですね、はい。まあ、あのこれから勉強される方はぜひともね、まあ、実際にはあの経験された話なんですけど、本当に重要なことです。まあ、ぜひとも実践してください。じゃあ、あとですね、モチベーションの維持やスランプの克服の工夫ですね、まあ、とにかく人間だから、まあ理屈通りにですね、こうずっとやる気がするかというと、まあホルモンのバランスとかね、はい、いうのがあるので、どうしてもこうやる気がなくなったりする場合というのがあります、はい、どうされました。まあ、やっぱり私、まあ、さっき言った通学だったので、うん、まあ、あの他の人の、まあ、応募文集だとかレジュメントとか見えるんですけども、席に座っていると、うんうん、やっぱりそれ、まあ、自分よりもレジュメに書き込みがいっぱいあったりとか、うんうん、使い込んだ応募文集使っている人とかいると、うんうん、あの1年合格を私目指してて、やっぱりその人数っていうのはすごく少ないので、まあ、講座のクラスもかなり上位にいないと無理だっていうのが思ってたので、うん、まあ、この人らに負けてたら無理だなっていうのが思って、まあ、毎週通学をしてた中で、あのモチベーションが維持できたっていうのと、あとはエルゼミも受けて、本当にすごい人、あの受かる人はあのエルゼミの上位のこれぐらいの人だったら受かるんだなっていうのが見えて、まあ、そこがその到達として見えていたので、本当にあのその受かるような人の類型っていうのを見て、あそこを目指してやらないといけないんだなっていうのが、毎週その姿が見えたので、あのモチベーションの維持になりました。スランプの方は正直この1年だった上でもう走り続けてなってる日もなかったっていう感じですね、うん、やっぱりね、到達点は見えるというのはすごく大事なことですね。で自分の実力を知ったら、じゃあどこまで、差があるんやと、はい、いうことが見れると、でかつ勉強していくとだんだん縮まっていくから、はい、まあ、それは本当にモチベーションですね。やっぱり自分が今勉強しててどのポジションにいるのかが全然わからないとかね、やったことが本当に成果になっているのか、全然成果が出ているのかわからないというのは、本当にモチベーションを落とすね、まあ、もう一つ大きな原因なんですね。やっぱりこういろんな人と触れ合うっていうのはやっぱすごい大事ですね、はい、うん、やっぱり一人でごちゃごちゃやる競争、まあ、ある意味競争やね、はい、うん、それは非常に重要なことですね。だからやっぱりそういう意味で受験期間に来ていただいて勉強をする、で、他の人から刺激を受ける、でゼミとかで競争を行う、で、本人がやる気を出して、まあ、そこを克服するっていうのが本当に一番のね、まあ合格の秘訣ですね。まあ、方法論もしっかりしないといけないけども、まあ、ある意味馬力を出さないといけないということですね、はい、じゃあ、担当
本試験、論文本試験それぞれ直前期ですね、はい、まあ、ずっとね1年間しかなかったんだけども、すごくね一生懸命やられてたというのが分かるし、はい、まあ、顔見たらね、はい、もうゼミでいつも毎週顔見るから、はい、もうなんか本当にしんどそうな顔やけども、これはよう勉強しとるなと私も思ってましたので、毎回採点するのが分かるんですよ、こう実力上がっていくとかいうね。で急には書けないけども、やっぱりとにかくしがみついて1週間諦めずにやってるなっていうのが分かる、はい、分かりました、はい、でだんだん上がってきたのが分かったんだけども、そこで担当試験直前、はい、論文試験直前というのがありますね、はい、1ヶ月ぐらいで、はい、なんかそのどんな過ごし方をしたらいいだろうと今から振り返ってね、まあ、ヒントがあれば教えてください。まあ担当だったらやっぱりその試験内容っていうのはその理解して解けるようになる部分と、あとは本当に覚えなきゃいけないの条約の規則だとか相続雑則だとか、そういったところがあって、その本当に覚えなきゃいけないところっていうのは直前にまとめてやるっていうので担当はやりました。論文の方は本当に担当合格から時間がなかったので、まあこれまでだったその直前の答練だとか模試だとかエルゼミだとかのその論文ネタの問題を繰り返して回し、うん、1回回してやるのでもういっぱいいっぱいでした、うん、だけどあれですね、やっぱりその今までやったことをかなり広い範囲でね、はい、エルゼミでも勉強してるわけですよ、はい、だいたい試験範囲を網羅してます、はい、でね、やりっぱなしっていうのが一番ダメなんですね、はい、でエルゼミ受けました、じゃあ受けたけども他にもやらないといけないとあっちこっちやってると、まあ、どっちつかずになるというのは、結局エルゼミでやったことで入門基礎でやったことを本来基本的なことを頭に入れれば得点が取れるのに、入れてない状態でねあっちゃこっちゃやってても、これ全然点数につながらないんですね。だからちゃんとやったことをきちっと振り返って、で頭の中に定着させていったっていうのは、まあ、すごい重要なことですね。だから直前期にそれの確認をねやっぱりきちっとされたっていうのは、やっぱり今までやってきたのをもう一回見たら当然頭の中に残るからね、はい、ということですね。はい、じゃあ試験当日にあると便利なもの、気をつけることなどはありますか？あると便利なもの、便利なもの、まあ、便利なものとしては答練とか模試とか本試験の前に受けてて、本当に具体的な話なんですけど、ちょっと独り言ぶつぶつ言う人がいたので、本試では私に未成もありました。未成持ち込み OK だったので、はい、あとはその、まあ、気をつけるべきことというか、まあ、リラックスして受けるっていうのは難しいかもしれないんですけども、その自分のペースで、今言った未成だったら自分の環境を作るっていう、まあ、そういったところを環境を整えてやるというのが大切だと思いました。あとは直前の模試とかで同じ曜日の同じ時間帯で同じ時間を使ってやるというのが模試とか答練とかで用意されているので、まあ、その本試を模試のように受けられるようなその生活パターンを作って、本試を受けられたっていうのは受けられるようにするっていうのがやるといいと思います、うん、確かにね、それでね体がペースがねそのペースになれるから、はい、まあいいと思いますね。じゃあ最後になりますが、今後の目標と2019年に弁理士試験を受験する方々、2020年度本試験に向けて今から勉強を始められる方々ですね、だからまあ今1年間勉強して、平成、まあ、今年ですね試験に受けるという人と今から勉強を始める方がいます、はい、だから笹沼さんの目標と今年受ける人で、はい、いつこれから勉強する人に対してのメッセージ、はい、よろしくお願いします、はい。まあ、私の目標としては今ちょうどその弁理士試験の実務修習というのが初めてやっているところなので、まあそれをこなして弁理士登録できるようになって、早く一人前の弁理士になるというのがまあ今のところの目標です。まあ2019年に受けられる方向けとしては、まあ模試とか答練とかこれから直前に向かってあると思うんですけども、まあそれはあくまで本試じゃなくて模試でしかないので、まあそこからギリギリまでやったら1点でも伸びると思うので、本当に一点に泣かないようにギリギリまで諦めずにやるのが大切だと思います。私も本当にギリギリで受かった身なので、はい、あとはその迷ったら先生の言うことを信じてやるというのが大切だと思います。私論文も、まあ、正直あんまり受かると思ってなくて、論文後の面談で、まあ、もう論文の過去問とかもう一回やり直した方がいいのかなと思ったんですけども、まあ、10月までは口実の勉強をやれと面談で言われて、うん、でまあそれ、まあ、どっちにしようかなと言われて先生を信じてやって、で、まあ、
最終的にあの論文を受かったんですけども、うん、そこで慌てて始めてたら合質もちょっと危なかったと思うので、本当にそういったところから先生のやる言われたことを信じてよかったなと思うので、まあ、他いろいろ先生の、まあ、言われたやり方を信じて守るというのがあの大切になると思います。まあ、とにかくね、あの今あのいろいろとあのお話しいただきましたけども、弁理試験はステップさえ踏めば受かります、基本的にね。まあ、それはちょっと時間がかかるかかからないかわからないけども、決してですねこう能力がないから全くね、まあ例えば数学のね、問題みたいにもうその才能がなかったら受からないっていう、そういう話じゃ全くなくて、ちゃんと必要なものを頭に入れてステップを踏めば受かる試験なので、まあ興味のある人はね、まあ今日の話も参考にぜひともねチャレンジしていただければいいと思います。はい、以上です。